嬉しいで兄弟、前より若になっとるやないかい。お前もな兄弟。どうした、もう終わりか、もっと戦え。お前らがやり合わないんだったら沢村遥を殺すだけだぞ。どうした、なんで電話に出ない。こういうことや。これは ババさんだね。やっぱり。あ、そうか、その様子じゃハルカちゃんの狙撃はやめてくれたようだね。何のことだ。カメラ置いてってんじゃねえよ。あ、ちゃんと持って帰れっつってんだよ。ここは普段いろんなチームのスコアラーが必死になって相手チームのサイン盗んでる場所なんだよ。そんな場所にカメラ置いてったら迷惑だろうが。何なんだお前。確かにサイン等は汚いことかもしれないけど、みんな必死なんだよ裏方ってのは。あんたこの事件の裏方なんだろ。だったら証拠になるようなもん現場に残すようなことすんじゃねえ。俺はそういうプロ意識の低いやつが大嫌いなんだ。何わけのわかんないこと言ってんだ。さっきからあの子を撃つのをやめたまでは認めてやる。だが今この場から逃げるのは正義でもなんでもねえ。そういうのただの現実逃避って言うんだよ。裏方なら裏方らしく最後までてめえのやったことに責任持て。責任？ああそうだ、ちった痛い目に遭えって言ってんだよ。なんだと。あんたにはこれまでやってきたことの責任をしっかり取ってもらう。そうしねえとあんたを信じて待ってる人間が悲しむだけだからな。誰なんだそいつは。殴った後に教えてやる。おめえみてえなガキには言葉で説明しても伝わらねえだろうからな。偉そうな口聞くんじゃねえ。